ついに金八の教え子が、三原淳子氏、大臣取り沙汰にネット騒然ボディーンな大臣、山田玲子が。不適切では、あばずれ祖先、いじりも、自民党新総裁に就任した石橋毛氏が、主犯指名後に行う閣僚人事に注目が集まり、29日、三原淳子参院議員、60の名前が取り沙汰されている。写真、 総裁選で気合を入れていた三原淳子議員山田玲子イメージ彷彿の瞬間。ネット上ではトレンドワードに、マジか、ボディーアンナ大臣、ついに金八先生の教え子が大臣になるのか。顔はやばいよ、ボディーアンナボディーよ、の三原淳子だよ。山田玲子が大臣になっちゃったなど、様々な反応が投稿されている。 今年1月期の TBS ドラマ、不適切にもほどがある。では、令和にタイムスリップした体育教師小川一郎、安倍貞を、が昭和に戻り、三原淳子が国会議員になってたと明かすと、娘淳子、河合優美が、はい、嘘だねえ。と信用せず、うちらの憧れ、あばずれの祖先、山田玲子だよ、顔はやばいよ、ボディーやんな。 の山田玲子が政治家あり得ない、とぶっぱなし。この作品には不適切なセリフが多々含まれていますが、あくまで1986年当時の常識や若者の感覚を忠実に再現しようとしたものですと、お断りテロップが入るなど、いじられていた。